本日も、アルミホイルスペシャルの時間が、やってきてしまいました。堀口くんの好き嫌いのページを見ていたら、またアルミホイルっぽい人が、レイヤーはヒマソラアカネアンチに転向した、という主張をしていました。ガチなのですか？アルミホイル系の人の書き込みから、引用します。レイヤーの反転アンチ化で完全に潮目が変わってしまったしな、熊猫玉やホットケーキら大物アノニアガレソ、ヒロユキ、アオチャンペ、ヨッピー、シノフサ、潮がいこなら、ネット界隈のアルファも続く流れでヒマアノンチファン側に回り、完全に撲滅までの良い流れができているぞ。受け狙いでふざけて書いているのか、と思った人もいるかもしれませんが、この人はこんな感じで、毎日延々と怪文書をシコシコ書き続けているタイプの人なので、おそらく本人は真面目です。なんやこれ一体、頭おかしなるで、さらには、こんな書き込みもしていました。本当は神軍団やあの芝木隊どころかマスコミデイ、文春、新潮、毎日、朝日、NHK、TBS、共同通信、東京新聞など、がバックについてるわけだし敗訴は会で終わればマシなんじゃないかな。堀口さんに反訴で訴えられればまず間違いなく OB 側は勝てないし、一巻の終わりでしょかお。いや、一巻の終わりっていうか、終わってるのはあなたの方なんですけれども、すでに終わってる人に、一巻の終わりだぞ、と言われましても、ホットケーキ、レイヤー、熊猫、アオチャンペなどの大物が反転してカルピスと神話になってからすっかりヒマアノン疑心暗鬼になってるな。もっと落ち出ばして界隈崩壊すればいいのにな。から、いやだから、別に反転してねえよ。元から味方でもありませんから、連帯しているわけでもありませんし、いいですか、連帯ってのはな、共産党みたいに簡単にしていいもんじゃないんだよ。わかってんのか、おーん、この人、たまちゃんとか私の動画、一回も見たことなさそう、エコチェンスレのみで情報を仕入れてそう、唐突に現れたアルミホイラーに、スレ住民は困惑、次のような反応がありました。お前2日連続でレイヤーに監禁されてんのにまだそのネタ続けんの、無給でレイヤーのために働いてる状態になってる自覚がないのか。カルピス落ちとか言われる屈辱、今頃レイヤーは漏らしながら監禁してそう。いや、漏らしてはないですから、監禁はしてますけれども、漏らしてはないですから、なんでさも当然のように、私が漏らすという認識を持ってるんですか。私は漏らしません。漏らすのは、黒すみれさんです。さらには、こんな意見もありました。絶頂して素材収集してるのは間違いない。いや、素材収集しているのは事実ですが、別に絶頂はしてないですから。っていうか、漏らしながら絶頂するって、ただの変態じゃないですか。そしてこの後、アルミホイラーは、レイヤーが反転していない、という事実に、ようやく気づいたようです。いや、気づくの遅すぎやろ。もっと早く気づけよ。私の動画見てないんですか。そして、レイヤーに失望したアルミホイラーは、手のひら返しをして、レイヤーを突然批判し始めました。お前ら赤木レイヤー見て丸々追っ立ててるのか。ただの誹謗中傷おじさんだろ。あんなもんに味方されたら正気を疑われるわ。ネットで真実さんたちは気楽でいいな。弱者男性の集まりすぎて泣けてくるわ。と変わっててササパンダ。勝手に持ち上げておいて、勝手に失望して、勝手に攻撃される理不尽、なぜこのような目に遭わなくちゃいけないのでしょうか。私の心はくちゃくちゃ、ボロボロ、心が壊れてしまいそうです。大体、匿名で一日中ずっと誹謗中傷しているのは、むしろこのアルミホイラーの方なんですけどね。匿名で誹謗中傷している人ほど、レイヤーは誹謗中傷している、とかいう言いがかりをつけてくるのは、なぜなのでしょうか。そういう縛りでもあるんですか。スレ住民からは、次のような意見がありました。レイヤーが反転してカルピス入りした。って狂気乱舞してた赤字がいるのに、どうしてそんなこと言うんですか。ここに来て怒涛のレイヤーディス、もしかして本当に反転してカルピス側になったと思ってました。相当期待してた人じゃないとそこまでのディスは急に出ないと思うんすよね。ましてや昨日まで赤い人は反転やかましかったわけで。多分、本気でレイヤーが反転して、カルピス軍団入りしたと、思い込んでいたんでしょうね。笑い、あれマジで言ってたんですか。やばすぎでしょ。勘弁してくださいよ。野生の王ですか。唐突に手のひら返ししているあたり、本当にレイヤーが反転したと思い込んでいたのでしょう。エコチェンスレだけ見て、閉鎖病棟から脱走してくるの、やめてもらっていいですか。妄想を垂れ流すなら、閉鎖病棟の方でやってください。そこでやると周りに迷惑がかかりますので。ここまで露骨なレイヤーアンチはむしろレイヤーの自演かもな。そうやってマッチポンプで動画作って金儲けしてんだろ。自演扱いされててササパンダ。そんなわけないでしょ。そんなことしてる暇があったら、ショート動画作りますよ私は。最後に、アルミホイラーの願望が溢れ出た、迫真の妄想を紹介したいと思います。それがこちら。無実の学生を、事実無根の誹謗中傷で集団で中傷するのは完全におかしい。堀口さんは療養しながら裏で動いてるみたいだし、近々大量ヒマアノン一斉検挙、があるかもな。受ける。いやむしろ、警察のお世話になりそうなのは、堀口くんの方なんですけれども、しかも複数の人に対して、複数回の殺丸予告をしていますからね、割とシャレになっていないのですが、おそらくそういう当たり前のこともわからないのでしょう。かわいちょ、最後までご視聴ありがとうございました。